インラック・シナワトラは、太陽国の政治家。第36代首相。大史上初の女性の首相。日本では、インラック・チナワット、または、インラック・シナワットと表記される場合もある。八系家系歌人であり中国名は、岡か楽。チナワットや当主で。 元会議員のルートチナワットの娘として、サンカムペーンにて1967年6月21日に出生。チェンマイ大学政治学部卒業後、アメリカ合衆国に留学し、教育を受け、ケンタッキー州立大学にて、行政学修士を取得した。帰国後にチナワット一族同族企業のチナワット、ダイレクトリー社に入社する。 その後、アドバンストインフォサービスの社長や、マンチェスターシティ FC の専務取締役などを務めた。名門のチナワット家の出身であり、経営者としての経験を買われ、2011年7月3日に、施行された対王国国民議会の人民代表員、総選挙にて、対抗検討首相候補として選挙戦を戦った。対抗検討は、 選挙前より79議席も増やして500議席中265議席を獲得、過半数を制して勝利し、他の5つの党との連立で300議席という安定政権を作ることにも成功した。8月5日に会員で第36代太陽国首相に選出され、8日に正式就任した。ところが政権下で行われた。 国家安全保障会議事務局長の人事問題について対憲法裁判所がインラック及び関係閣僚が憲法に違反して演者投用したと2014年5月7日に認定しインラック首相は失職した。憲法裁判所が 会務総選挙無効の判決を下して、政治混乱が収束しないタイで、軍事クーデターが起きて5月22日から5月25日まで、軍が身柄を拘束し、米の買い上げ制度に関し首相在任中に国に多額の損失を与えたとして、職務怠慢容疑で、暫定議会が2015年1月23日に、弾劾議案が可決され、公民権を5年間停止された。 判決が下される予定の2017年8月25日後半を病気として欠席。病気であることを証明する診断書を法廷に提出しなかったので逃亡の恐れありと判断した最高裁はインラック前首相の逮捕状を発行し判決言い渡しを9月27日に延期した。この時点でインラックはカンボジア経由で アラブ首長国連邦のドバイに逃亡した模様である。2017年9月27日、最高裁は、禁錮5年の実刑判決を下した。また、すでに、ドバイを離れ、イギリスに渡り、イギリスに亡命を求めているという報道もある。同年10月31日、タイ政府は、インラック前首相が所持している公用、個人用の旅券を無効にする処分を行った。 九人兄弟の末っ子であり、兄は対第三十一代首相たるタクシンチマワットで、義兄たるソムチャー・イウォン・サワットが、第三十四代首相という政治一家に育つ。趣味は水泳と音楽鑑賞。大発の女性首相として、積極的に内政に携わり、国民融和や貧困対策を推進し、国家の安定に貢献している。また、 2011年の大大洪水の際には、洪水対策の人頭指揮にあたり、万国中心部の浸水防止を担った。2011年の就任時は、タクシン元首相の操り人形と皮にられ、直後の洪水危機への対応では後手に回ったとの批判も浴びた。しかし、経済の好調もあり、支持率は高い水準を維持した。 政権運営にも慣れ、女性らしいソフトさと安定した手腕で評価を高めつつあったが、国家安全保障会議事務局長の人事問題に不当介入したとされ、首相を解任された。女性の社会進出が進むタイで、女性が収入を得ることは、国の経済と家計に重要な意味があり、男性にも良い影響を与えると自負し、一難の面倒を見ながら、 激務をこなした。ありがとうございます。